皆さんこんにちは、ガックンです。ガックンと一緒、エコー解剖の広場へようこそ。今日はデイ13になります。今まで我々は自分の体を使ってエコー解剖の練習をしてきましたが、今日はいよいよ自分の体を飛び越えて他人の体、患者さんの体にプローブを当てていくことを想定して勉強をしていきたいと思います。まず1本目の動画はプローブのズレについてです。私たちが人の体にプローブを当てるとき、画面に集中をしていると意外にプローブがあらぬ方向にずれていくことがあります。その修正方法を3つご紹介したいと思います。この動画はライフサポート&エネスティジアリサに連載中のガックンと一緒エコー解剖の広場の付属動画です。動画の内容を詳しく勉強したい方はリサも合わせてご覧ください。説明欄にリサのウェブページのリンクを貼っておきます。今僕はこのモデルさんのですね、頭骨神経を観察しています。ここに頭骨神経があるんですね。いわゆるそのこう上腕骨の頭骨神経口というところの近くを見てるわけです。これが頭骨神経になるわけですね。はい。でこうやってこのモデルさんの体を見ながらエコーのプローブを動かしているとエコーのプローブというのは逃げることはないんですけれども、これがですね、画面に集中してしまうといつの間にか変なところに行くことがあるということです。例えばここばかり見て、はい、プローブを動かしていると一生懸命頭骨神経どこかなっていうふうに探してるんですけども、さっきと比べてみると分かるんですけども、こっちに行っちゃってる。今頭骨神経ここに実は画面上では映ってるんですけども、本来であればこのプローブがこうあってここに頭骨神経があるはずなんですけども、画面に集中するあまりいつの間にかこれがずーっとずれてこういうところで探してしまう。こうなってくるともうここっていうのはもう三角筋の領域になりますので、頭骨神経っていうのは絶対見えないわけですよね。でも画面に集中してしまうあまり手元をおろそかにするとこういうことっていうのは起こってくるということになるわけです。体表解剖のメイクルマールをそのまま、エコー解剖の指標に使ってしまいます。ここに鎖骨がありますので、ここにもエコーのプローブを乗っけてしまいます。そしてこうグッとこう移動させる分には必ずこのエコーのプローブというのは鎖骨の上にあるわけですね。はい。今はこの腕神経層を、第一肋骨の上でこうこんな風にビュースをしております。これが鎖骨下動脈で、こちらが腕神経層になりますけれども、この鎖骨の上にプローブを当てている限りプローブはこちらにもずれませんし、こちらにもずれません。ここにドン突きで当てている限りはですね、はい、必ず鎖骨の上でプローブを操作することができますので、このチルト操作だけでですね、はい、こんな風に、はい、第一肋骨の上で鎖骨下動脈と腕神経層を描出することができます。次に斜角筋間で、腕神経層を同定するときにプローブ自体はこう離れていくんですね。はい、ずーっと離れていきます。この中で腕神経層をこんな風にですね、同定をしていきます。この方ちょっと見にくいですけれども、ここから5番が出て、そして6番が前傾説、後傾説があって、ここから6番が出て、7番ですね、ここ。後傾説だけになりますけれども、7番が出ます。はい。で、ですね、ちょっと難しいですけど、よいしょ。
ここに5番があって、その下、ここですね。ここに6番があって、ここからこれですね。これが、ここが7番であってというふうに並ぶことになります。この時に、今ちょっと皆さんからは見にくいんですけれども、この薬指と小指をですね、この鎖骨の上に当てた上で、上下にプローブを動かしてあげる。そのことによって、このプローブがこっちに行ってしまったり、こっちに行ってしまったりということがなくなるわけなんですよね。必ずここを支点にしているので、支点にしてこう上下に動かす以上は、この線で、プローブが上下に動くようになるということに、なるわけです。今僕の大腿が画面に映っていて、これから大腿四頭筋を長軸で観察していきたいとします。この時にこのエコーを持っている手とは逆のこちらの手ですね。これを膝蓋骨の上縁に当ててあげます。そしてそこに沿わせるようにプローブを当てて、ここから近位方向にプローブを動かすと、スッと、大腿直筋と中間抗筋が非常にきれいに描出をされます。こちら側の手を膝蓋骨の上に当ててあげることで、脳はこの左右の指の位置関係を常に情報としてインプットをして把握しますので、プローブがこちら側にずれたり、こちら側にずれたりせずに、まっすぐにスッと大腿を駆け上がることができるということになります。いかがだったでしょうか。重要なのはプローブを持つ手そのものに触覚がないということ、そして患者さんにプローブを当てる場合は、プローブを当てられているという感覚もないということになります。そのためにプローブがずれてしまう、それを防止する3つの方法をご紹介しました。臨床に応用していただければプローブの操作の正確性が増すと思いますので、ぜひ活用していただければというふうに思います。